さあさあ、はい、釣りから帰ってきまして、そうですね、タクタですよ、はい、今魚を並べてみまして、はい、こんな感じで素晴らしい、どうですか。いや素晴らしいでしょう。このやつでかいね。ねえ、いいね、うん、まあ数も釣れたし、うん、でサイズもまあちょくちょくいいの出たからね、うん、で今日これで何やる感じですか。今日はですね、うん、カルパッチョか。カルパッチョ、カルパッチョと、あと塩焼きで、塩焼きで、はい、定番、はい、わかりました、はい、はい、これはもうさばいてきた感じだもんね。そう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 、お投げだけね、これ1個取るとこうやって、うん、取ってきた共同作業でね、ちょっとあれだけど、まあ、ね、そう、ハサミでね、はい、その動画はこちらです。店長、今これは何やるんですか。まだね、ここでとりあえずあの、うん、持ち帰り用のやつを、うん、あの背中の腸だけ出してね、腹パタ、うん、腹渡だけで、これハサミでね、ハサミでね、あ、腹渡取って帰ると。3枚におろしてますよ。はい、3枚おろしね。ちょっとぬめりがすごい、ぬめりがね、うぃー、きれい、きれいだね、きれいだね、これね、きれいだね、いい色してるね、やっぱりね、本当だね、うん、きれいだな、マジできれいだな、素敵この子たち素敵キラリン、キラリン、綺麗。じゃあ3枚だね、これで。3枚ね。あ、綺麗な色。うい。うい。3枚よし。はい、3枚よし。はい。で、腹骨ですね。腹骨ね。腹骨広いね。広いよね。うん。入ってる感じ。そうだね。おー、いいね。じゃじゃん。おー、いいじゃん。ええやん。いいね。やるやん。ええやん。やるやん。まあこんな感じで、ここにね、実は骨が入ってるんですよ、この真ん中。中骨。中骨。そうそう、結構入ってるからね。うん、でこれ厄介で、こうピンセットとか見てもいいけど、骨もう切れないからさ、うん。もう俺は切っちゃいます。はい。ちっちゃくなるけどね。うん、これも縦に切っちゃえば、バーンと切ると。これこれほら、ほんとだ、プチ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 、見える、見える、見える、はい、はい、こんな感じで、そいつを、こいつを刺身用に切っていくと、こう、なるほど、スーッとこうやってね、なるほどね、おー、こんな感じね、はーい、はい、お願いします。これ塩、次は塩焼きね、うん、塩焼きね、はい、まあでももう塩焼きは、うん、次衣はね、あとまあここちょっと綺麗だなって、3分1回切る、はいはいはい、で、ただあとこれ塩振って焼くだけ、うん、焼くだけ塩振ってグリルに入れる、やるだけ、はい、はい、じゃあとりあえず塩焼き、まあ、塩打ってもこんな感じでね、塩振って蓋をね、でこれで、うん、あの弱火でじっくり焼きます。はい、はい、はい、いらっしゃい、いってらっしゃい、 Don't wanna close my eyes。 え、何だって、サラダ作ります、はいいいですか、はい、オリーブオイルですね、はい、オリーブオイル ね、はい、オリーブオイルかけます、はい、え、で、これ塩ね、塩ね、塩入れます、入れます、はい、あ、そっちの人はね、あの、うん、ここの刺身をね、はい、刺身をプッて言います、プッて、プッてもうね、だいぶお疲れで、お疲れのようでね、でいよ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 以上です、はい、あーもう、あーもうできた、はい、美味しいあれ、てちゃん、え、なんかそんなニンニクをアーリオーリオ、うん、するような料理するって言ってたっけ、まあ、え、秘密ですね、秘密なんか、めっちゃいい匂いしてきたけど、新しいのが加わったっぽいよ、何なんだろうね、何これ、シェフの気まぐれ、ね、気まぐれ、こういう自由にさ、思いついてやっちゃうところがこの YouTube の自由さだよねいいよね、いいね、まあ、うまいやつだわ、うまいやつ君たちが好きなやつ、あ、わかりました、楽しみにしてる、あざーす、あざーす、あざーす、はい、楽しみにします、うわぁ やったな、
さあ、はい、完成しましたということで、これどう、これまずこれ俺結構頑張って一人で作ったんだけど、うん、釣りの後にね、これ第一印象、あのね、まず予定で聞いてたのは、うん、これとこれなんだよね、うん、で、これとこれはっていう、うん、じゃあ、これ一個ずつなんとなく紹介してもらう、うん、カルパッチョですね、カルパッチョですね、はい、でこれはですね、うん、まあ、ガーリックバターソテーみたいな、はい、絶対うまい、塩焼きですね、でこれもう定番ですね、ね、じゃじゃーん、花咲いてます、うまそう、花咲いちゃってるよ、うまそう、いやこれ疲れたいつも言ってるけど、この釣り終わった後のこの調理っていうのはなかなかね、ね、うん、ハードですからね、ハードなのに途中からノリノリになってたからね、そうすごい力入ってるから ね、じゃあもういただきますか、いただきましょう、じゃあいただきます、まずカルパッチョかな、カルパッチョかな、前菜からということね、カルパッチョ、ちょっとじゃあ見だけ、うん、これね、これもいい、いただきます、うまいうまいよね、うまいね、うまいよね、この番組結構正直に答えてもらうっていうのがね、うん、あれなんでね、ガーリックバターソテー的な、いただきます、うん、全然間違いないやつこれは、うん、間違いないっす、このガーリックもちょっと、ガーリック、ガーリック、ガーリックこれね、うん、うん、いや、だってうまいんだもん、じゃあ次はこれあれだよね、箸で行く人とちょっとガブっていく人と分かれるよね、なんか今のね、箸でお上品に行っちゃダメだよみたいな響きがしたからさ、ね、いや、手でね、で、あ、手で、じゃあまあ行くしかないなでも俺、もうカメラ映んなくていいからもうちょっと食べてるわ何、もうそれ食べてるからね、これさりげなく映ってるけど、うん、映ってる、うまい、うまいうまいよ、うまいよ頭から言ってもいいんじゃない、普通、あ、うまい、リアクションがなんかさ、あ、うまいわ、薄いのか、なんか本気でうまいからのことなのかよくわからんリアクション取ってる人と、いやいや、多分ね、全員疲れてるみたいで、ね、ちょっとでもね、うめ、うん、ちょっとうまいっすか、うまい、まあ、定番だもんね、間違いないね、あら汁と同じくらい間違いない、ね、マジで、あ、うん、まあまあまあ、汁だけだね、ほんに、だって定番だもんね、うん、あれね、うまそう、割と序盤で、こんな感じですよ、はい、なんでこれ急に塩焼きになったらずっとバラン感じになってるの最後だからやっぱりね定番のうまさなのよ、なるほどなるほど、うん、どういきますよ、じゃあどういきますか、これちょっと待って、これ潰したいね、これおぉすごいうまそうちょっとこれマジでうまそうだな、なっちゃうね、もうなんかうわやこれね、こぼれすぎてるからね、これはみ出すぎてるからさ、お茶碗からはい、来たー、はい、来たー、行こうか、はい、ああ、うん、うん、ああ、これ買ったわまた出ましたね、よくわからん、勝ったっていう、ああ、もう勝ち、完全に勝ちだね、勝ってる、優勝してるうん、やっぱね、卵を、まず普通に卵とご飯がまず合うじゃないですか、うん、そこにね、うん、わさび醤油の効いたね、刺身が入ったらね、それうまいに決まってますよあちゃんと合うんだよね、同じ魚使ってるだけだからね、そうだね、1,2,3,4 品だもんね、うん、4品ですよ、まあでも割と定番のもんじゃない、全部、まあこれはちょっと珍しいかもこれ珍しいでも、ね、まあ塩焼き定番、このまあカルパッチョ的なも定番でも、でガーリックバターも定番だから、うん、次頑張ったからね、うん、うん、そろそろ締めてもらわないと、はい、そうですね、ちっちゃんも食べれなくなるしね、うん、締めろって、おい、カットでーす。